こんにちは。2020年度特別進学コース卒業の佐藤海人です。今年の春から東北大学工学部建築社会環境工学科に進学します。最近の趣味は、歌うことなんですけど、家でいつも歌ったりしているんですが、今年の春から一人暮らしで、そのアパートの近所迷惑になってしまうので、その歌うことができないのがとても残念です。なんで特進コースに入ったのかというと、ここの高校はもともと第一志望ではなくて、その高校受験で失敗してしまったんですけども、ここの高校の特別進学コースは、大学受験に意識が高い人たちが集まるコースで、僕も大学受験を頑張ってその勉強頑張りたいなって思ったので、このコースで他の仲間たちとともに切磋琢磨したいなと思い、このコースに入りました。クラスの雰囲気は、特進コースの人たちはやはり入学当初から行く、その進学する大学、進学したい大学を明確に決めてる人も多くて、なのでその授業、毎日の授業とかも真面目に取り組む人が多くて、その受験関係の勉強の話とかもしながら、そのみんなで切磋琢磨し合える、そういうクラスの雰囲気です。授業や定期考査のレベルとしては、やはり 1,2 年の頃はその入試問題解く上で基礎となる、基盤となるその基礎的なことが中心で、学年が上がって受験学年の高校3年生になってくると、どの教科もその入試問題、実際の入試問題とか応用問題が多くなってくるっていう感じですかね。僕は去年受かった大学があったんですけども、より高みを目指したいということで、1年間浪人するということを決めました。現役生の時は自分の今の立ち位置とその目標に対して回り道をしていたんですけれども、現役時代での自分の勉強の穴っていうのを見つけて、それを改善したことで、浪人生の時は自分の目標と、自分の今の立ち位置と目標に対してほぼ一直線になる形で、勉強を進められたのかなと思っています。その自分の改善があったからこそ、今これから進学する大学に合格することができたんじゃないかなと思います。大学に入学したら、その大学の4年間で、その出会った友人たちと、一生に残る思い出を作っていきたいなと思ってます。学習面に関しては、僕は高校生の時から、建築系、都市環境づくりとか街づくり系の学習をしたいと思っていたので、その学科に入ることができたので、そこでしっかりと自分の学びたいことを学んでいきたいと思います。卒業後は、その4年間学んでいく中で、もっとその建築関係に関してもっと学習を極めていきたいなと思ったら、大学院に進学しますし、その就職という道もあるんですけども、それは4年間の中で決めていきたいと思います。最近やってることは、派遣のバイトです。高校の時はバイトしたことなかったんですけども、そのバイトでその自分で仕事をしてお金を稼ぐことの大変さ、同じ職場で、一緒に働く、一緒に働くことの、重みを感じれて、とても勉強になってます。高校生はこう、部活とか学校行事とかそういう勉強っていうのもいろいろやることがあって、
大変だとは思うんですけど、その、まあ、特別進学コースはその受験に関して、まあ、勉強を、高い目標でやることができて、その自習室とか先生方、切磋琢磨し合える仲間っていうのが、たくさんいて、自分の目標を達成するのにとても良い環境が東洋大吉高校の特別進学コースでは提供されていると思うので、ぜひとも、特別進学コースを考えてみてはいかがでしょうか。